漫画王国鳥取の官房長前田さん、そしてまずは官房長、漫画王国鳥取って一体何なんですか？ですね、鳥取にはですね、有名な漫画が3人ぐらいいらっしゃいます。境港の方の、水木しげる先生とかですね、あるいはあの中部の方では、名探偵コナンの青山剛昌先生、それから鳥取の方ではですね、遥かなる道の谷口二郎先生、8月の、4日から11月の25日まで国際漫画博っていうのをやります。エヴァンゲリオン新劇場版とのタイアップにより生まれたレーシングチームで、初号機をモデルとしたカラーリングのマシンでエヴァの世界観をそのままにサーキットでレースで戦っています。小川口ですよ、皆さん手挙げてください。いきます、シンクロじゃんけんじゃんけんパン、 P の人、あ、いらっしゃいませ。昨日モサエビを食べました。とっても美味しかったです。いいな、美味しかった。ちょっと残酷でしたけど美味しかったです。まあね、キュンってなってたもんね。なってたねまた鳥取に行きたい。そんな私は大阪出身です。よろしくお願いします。初鳥取です。はい、はい、ようこそ鳥取へ。あ、名古屋じゃん。なんか今鳥取県民の気持ちになってるから。あ、そうなの。いいね、それ私も今からなります。今日は仲良くよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと、はい、昨日みんな参りしたんですけど、私、はい、用事があって、うん、まあ、夜遅かったんで、うん、お食事会にちょっとね出れなかったんですよ。美味しかったのに。鳥取和牛美味しかったのに。美味しかったのに。そのグルメトークがちょっとできない。私エビ美味しかったのに。